発表する？自信のある人から。いない。せーの、カスカ。チャミです。シストです。フーです。犬丸です。ディズニーシー、隠れミッキーじゃないとこ探し。その服は？これいいでしょ？クイズマンです。誰か温度差違うかも。今日はディズニーシーの中の隠れミッキーじゃないところの写真を撮ってきました。隠れてないってこと？そうです。ミッキーが隠れてないところの写真を撮ってきたんで、それがどこかを当ててください。あ、とんの忘れてたっつって夜からそれを撮り始めたんで、全部が夜です。そんなわけで探してみましょうか。はい。行くよ。レッツゴー。ゴー。これにその場所のところをこれをこうしてください。はいはい。というわけで第1問はぁ、案外始めるとさ、ありそうなんだよね、どこにでも。カメラの方に向けてください。シシ君どこ？これタワーオブテラーの前のポップコーン売ってるところあるじゃないですか、ピスタチオの。あ、はいはいはい。横にあるあの靴磨きの椅子かな。チャミンは？私ね、あの船のところに木箱がいっぱいあった気がして、あ、だからもう確定ですとか言えない。ふーさんは？私はなんかあの海の潮でなんか、うん、荒れた感じの木箱、なんか木っぽいなって思って。それどこ？ケープコットにしました。あ、ケープ、あのおばさんのダッフィー屋さんの近くだ。うんうん、はい、いきますよ。はい、第1問正解はこれはどこ？どこ？あ、どこ？シシ君が正解でーす。え、ピンポイントですか？の近くのなんか荷馬車みたいなのの、荷馬車の方か、ケツです。本当にその靴磨きのすぐ近くなので正解です。やったー。いや、これいいよ、幸先いいよ。幸先いいね。私これどれも取れない気がしてきた。1問目からの難易度鬼ムズなんだけど。てなわけで第2問ででん。静か。これちなみに一番点数低かった人は罰ゲームがあります。マジで聞いてないです。ちょっとヒントもらっていいですか？ヒントはポストです。ポスト、ポスト C にポスト。そうですね。ツイッターにこう書くやつ。違います。イーロンマスクの方じゃない方のポストです。郵便屋さんの。はい、決まりました。はい、正解を出してください。どこですか？あ、3人ともなんか似たようなところ、うん、最初マメラグかなって思ったんだけど、うん、ポストって言われたらポストこの辺にしかないから、ここかなみたいな。ポストちなみにね、このピノキオ広場にもあります。違う、見た目が違う。ただあるよっていうだけでね、ポストが多分。え、どうしよう、そういうピノキオ広場だったらもうやめようかな、行くし行く。じゃあ正解いきますよ。正解はマーベラスでした。やったでも全員正解だから、ね、全員正解です。みんな1ポイントずつ。全くマイナスじゃなくてよかった。よかった、ピノキオ通りのボスじゃなくて。はい、3問。3とかやる元気ででん。はぁ、なにこれ。あの鍵ですか？なに、お地蔵さんの顔。あ、いいとこ行ったね。え、でかといってお地蔵さんなんかいる？Cに、Cにいる。ヨーロッパっぽい顔してるから。お。え、ヨーロッパ？お地蔵でヨーロッパ？お地蔵は絶対ヨーロッパにはない。うん、この絵的にめちゃめちゃズームアップして撮ってる気がするから。お、お、この画質の荒さを逆手に撮って。で、夜でしょ、うん。だからこんなガサガサなのかなっていう。粒子めっちゃ荒いもん。読むね。気持ちでここかなっていう場所はある。うん、発表する？自信のある人から。いない。ふーさんから行く。はい、どこそれ。サーブテラー。あー、お庭がなんかいっぱい古いものとかが飾ってあったから。あー、なるほどね。なんかそこに合いそうだなって思ったけど、ちょっと後悔してます。さっきサーブテラー出てたから。あ、そうね、前がね。そこはね、取るないかなと思って、ちょっともう罰受けるかと思って。でも、同じところで何個か取ってるかもしれないから。あー、そう、ついに期待以外。ジャミーは？ジョーンズとかの辺の、なんかそこでなんか遺跡とかだからさ、
ひしくんは似てるんだけど、壊れた飛行機とかさ、船とかがあるところがあるから、そこのアップかなって思って、うん、橋から遠くを撮ったみたいなね。じゃあ答えいきますか。そう、ニムス。答えはどこ。ハーバーのピノキオ通りでした。待って、見たことないピノキオ通りでそんな。おわ、第4問あ、え、ま、あ、なんかちょっと分かったかもしれない。私出た出たライト出た出たライト、ライトまでちゃんと見てくれないとディズニーシーをデザインしてくれた人に失礼でしょ。でもこれ下から撮ってる。お、こんな青だとは思うんだよね、きっとね。本当はね、全エリアの電灯取ってきたろうかなと思ってたぐらいなんだけど、これだけにしました。電灯マニアかよ。じゃあ、ふうさんからいきましょうか。海底2万マイル。おー、寿司くんはザンビ。あー、ザンビの中。チャミは答えてない。でも、私でもふうさんと似てんだよな。パクリだ。てか、そう言われちゃうじゃん。パクリだ。あ、飛ばしてないって言って。そう言われちゃうじゃん。全然違うとこにしなきゃいけないってなっちゃうじゃん。2番前のお店の方、餃子パックとか売ってる方。ああ、結局ミステリアスアイランドね。答えは、ええ、アラビアンコーストの前の橋でした。ここですね、ここ。あ、近いな。惜しかったですね。惜しい。同じディズニーシーだった、今何対何対何、211ヘボ。第5問でれん。え、なにこれ。貝竜。貝って何。これサザエのなんかグッと出したとこじゃないよ。こんな明るいかな。おおお、いいとこ気づいたね。夜なのに明るいという。ヒントしようか。じゃあちょっと動かそうか。あっ、あ、人ん余計わかんなかった。ディズニーシーにこんなとこないよ。わかった、わかっちゃった私。え、ごめん、わかんない。はい、答え出してください。じゃあ試食からいくか。はい、でん、どこそれ。アラビアンコースト の、 あの上の屋根とかにデザインされてるやつ。あー、なるほどね。チャミは。私もアラビアンコーストのところのなんか。ウーさんは。あの、なんかボートをボートを漕ぐ、ゴンドラの。じゃあ正解いきますよ。はい、お土産屋さんの中でした。ミッキーだったんですよ。なんでわかるわけないの。さあ、というわけで第6問目ですよ。ババン。アニメですか。アニメじゃないです。もう画質がアニメだもん。あ、決まった。プーさんからいく。え、ちょっと自信ないんですけど、はい、センターオブジュアリー。おー、の中。あ、Q ライン。あ、そっか、入ってないのに。すいません、写真だけ撮らせていいですかはね、できないんですよね。はい、チャーミーは。Qライダーじゃなくて、その前 の、 あのレストランの、レストランの上のとこかな。シシ君は。これこそ海底2万マイルだと思う。おう、じゃあ正解いっちゃいます。じゃないな。正解は、何も違った。残念、ミステリアスアイランドの中の中華屋さんのライトです。惜しくない。惜しい、一番惜しい。ポイントでいい。じゃあ試食ポイントあげようか。これ、え、311大丈夫ですか。だってウニムズだもん。第7問目、ベベン。え、これは胃の中とかですか。あ、待って、大谷さんとかの CM の中だ。カメラ。私ね、あのポイントももらいます、これ。お、マジか、価値格。お、はい、じゃあシシ君からいこうか。じゃあでん、どこそれ。マーメイドラグーンシアター。シアターを待ってるところを上見ると水面みたいになってるやつかな。はいはいはい、じゃあこれが水面っていうこと。そう、はいはいはい。でもピンクだった。今考えたら赤潮かもしれないけど。水面青だったわ。チャミは。はい、でん。マメラグのどっか。どこ。じゃあ自信ある。
マーメイドラグーンのクジラの喉仏、うん、お、お土産ショップ、お土産屋さんのクジラの、はい、これでしょ、これで口の中の絶対そう、じゃあいきますよ、お願い、答えは正解、ありえるオタクなんで、レイマーメイドラグーンってことで正解でいいですか。今回は2ポイントです。次ね、申し訳ないんですけどミッキー取ってきちゃいました。ミッキー取ってきちゃいました。あ、もう隠れミッキーだからね、すごく分かりやすいと思う。そうだ、難しいんだ。いきますよ、はい、第8問目、ベベン。あ、これ私やったと思う。これはこれミッキーなの。私日本史の授業で呪いの木管みたいな。呪いの木管削れてんの、これ岩が埋め込まれてんの。あ、違う、あ、影で立体に出てなんか、そう、最初埋め込めるなって思ったけど、うん、多分いる縦にボールポールの、うん、さあ、じゃあ風さんからいく。はいはい、インディ・ジョーンズあたりの呪いの浴衣的な、豊か言えない。チャーリーは橋のところの、あ、橋の上にあるお家、お家らへんのハーバーだった気がする。分かんない、もうこんなの絶対。はハーバーからこうセンターに入るところの、あの岩っぽい感じだ、うん、削れてる感じとかが、はい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 、この辺かなみたいな。答え言ってみますよ。答えは、ジャーミン正解です。こんなやつ C で見たことない。こんなやつじゃねーもんと思って。じゃあ第9問、はい、ででお、なんか反応良さそう。下手すりゃ舞浜のコンビニとかかもしれない。映ってないんだけど、え、サイゼリアって映ってない。ワンチャンあるからな、外って。前回ボンボがあったからね。ここっていうのをピンポイント当てれば一人だけポイントがもらえるよ。言ってみましょうか。ソアリン のファストパス券売機じゃないけど、早く入れる人たち側に飾ってあるの。チャミンは全然わかんない。でもソアリンの入り口らへんかな。ソアリンのスタンバイ並ぶ入り口の方。ふーさんは、私はあの Q ラインの望遠なんかで、建物の壁に書いてある鳥を撮ったんです。つまり乗り物アトラクションの中の方っていう。頑張って撮った。はい、行きますよ。正解は、シシ君正解です。すごい。ソアリンのファストパスが発見されるような機械が置いてあるところ。ここはハーバーで自動してるときによくポップコーン買いに行くの隣なんです。ああ、なるほどね。最終問題、でね。誰だよ。私もブクレマンみたいな感じ。悪く言わないで、彼を。画質が悪いとかそういうのは言ってもいいけど、彼が下ぶくれなことに関しては言わないであげて。下から撮ったってこと？まあ別に絵だから。これなんか楽器弾いてるね。お。弦楽器を弾いて、はいはいはい、はい、言葉はなんかイタリアっぽい感じ。明るさとかも見てよ。ゾンビにはない。見てよ。見てや。多分ね。パコレ。パコレ。パコかも。パコかも、もっと下向くれない。こんなゆで卵みたいじゃないからパコ。自分が言っちゃわれちゃって。衣装似てるなーで選んだ。じゃあシシ君から行こうか。はい。ゴンドラ。あー、確かにね、ゴンドラっぽい。チャミは？この辺のお土産屋さんの中のなんか壁画かなと思った。明るいから。なるほどね。ふーさんは？私もここら辺のそのお土産ショップとかのウィンドウの中になる絵とかがあって、あ、2人っ子は1人になってるわ今図が。あ、でもね、ゴンドラ、お店の中、お店の外だから。なるほどね。正解は、てれん、お店の外でした。ハーバーというかミラコスタのすぐ真下。よかった、ピノキオ通り側じゃなかった。というわけで、ふーさん正解でーす。で、何点何点何点になりました？4、2、3、あら、ちょっともうわかんない。最初から諦めず。さあ、というわけで、チャンプバケゲームでーす。全力モノマネをしてもらいます。10秒ぐらいの全力モノマネをしてもらうんで、いろいろ書いてきました。ミッキーマウス、志村けん、
フリーザ。フリーザ。ゴリラ。ゴリラ。武田鉄矢。あの元気にやってください。はい。でん。何でした？フリーザ。はい。じゃあフリーザのモノマネを10秒間。はい。いきますよ。3、2、1、ゴー。ちょっと理由が分かんない。何どうする。私の戦闘力が53万です。53万だっけ。ディズニーランド面白そうだなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。せーの、カラスコ、バイバーイ。地獄かよこれ。